孫策はついに動くことにした。小谷城で仲間になった左近からの情報により、人質となっている父孫権の居場所が分かった以上、もう止まれなかった。孫策は大蛇からの離反を決意。孫権を奪還するため、孫権が囚われている大阪城へと少人数で潜入することとした。孫策、いつもの君に戻ったな。オロチの呪縛が解けたようだ。ああ、奴の下で働くのはもうごめんだ。俺は自分の感じるままに生きる。さあ、もたもたしてらんねえ。早く親父を救い出そうぜ。孫権さんは天守最上階に囚われてる。東端から侵入しましょう。守備兵倒しゃ門は開く。正面から乗り込もうなんて考えないことです。敵に感づかれて全軍で追い回されたくなきゃね。それじゃ行きましょうかね。孫悟復活の戦に。やれやれ、ちょいと大胆すぎやしませんかね。これで敵にこっちの動きは悟られたな。この先は
ベジ、助けに来たぜ。サクか。無茶をさせたな。孫作様、急ぎ脱出しましょう。共に戦ってくれる仲間か。よくぞ我が息子を孫を助けてくれた。太平の未来のため共に戦いましょうぞ。役目を果たしたまでです。よし、力を合わせて脱出するぞ。そなたの侵入など宣告承知よ。天守と東通路を封鎖せよ。全軍で侵入者を捕らえろ。今度は選ぶぞ。いざ。迷子を焦らぬかまと。私が行こう。トゥー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 トゥトゥートゥートゥー。行きますか。
お前の相手はこの俺だ。我が力存分に味わうがいい。タイムはここで口を当てろ。人狼はやるぞ。俺が相手になるぜ。俺の攻撃食わせるか。どこからでもかかってこい。死ぬがいい。やっぱり上手だ。攻撃が許さん。本人を押しても抜かねば。この人は他にも取ることなく天使の2階の西取りでいい。